今朝、田野畑村の山林で71歳の男性が成獣とみられる熊1頭に襲われ、けがをしました。今日午前5時半ごろ、田野畑村田野畑の山林で水路の点検をしていた近くに住む遠藤誠二さんが熊に襲われました。遠藤さんは顔などにけがをして近くの民家に助けを求め、その後病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、クマは1頭で、遠藤さんが身長173センチの自分より大きかったと話していることから、成獣とみられています。クマは遠藤さんを襲った後、山の奥へ逃げたということです。現場は田野畑小学校と役場からおよそ80メートル離れた山林で、警察と猟友会が警戒を強めています。